さあコーディさんが、カガニかなですよね。 MKV さんは同じく、さっき同じく響き、そうですね、これはまあ鏡ですよね。まあ、ジャンプ B がまあきつい。あーと、相手、違う。あーでもいいんだよね。そうだね。MKV さんだよね。そう。丸焼きさんかと思ったら丸焼きさん、コーディさんのチームメイトだ。そうだそうだ。さあ、ここは目押しをミスって。さあ、確認した。立ち A から、小方向、ジャンプ C。後ろで繋がったか、これ小方向出ない。ジャンプ B、ヒット。さあ、ダッシュ B、ヒット。これね、鏡はもうクルージング。はい、クルージング、クルージング。はい、飛ぶ飛ぶ、みたいな。今週、立ち打ち。さあ、ケーズいけないか？ただまあ、無理するとね、なかなか、難しいですね。さあ、一本取ったのは、コーディ鏡。さあ、マイディヒット。さあ、まあ、結構反撃できないですよね。マイディ先端ガードとかって。反撃多分できる気はほとんどいないんじゃないかな。まあ、とはいえ、飛ばれると終わる技なんで、なかなか出しづらいけど。さあ、牽制でダメージを取ったのは、ヒリキ。写真ヒット。さあ、ここは無理をしない。さあ、投げは使って、さあ、勝利まではいけないか。弾いた。ご演習、小保護。グレン作、3ヒット、4ヒット。追いつい。さあ、ここで追いついた。さあ、そうですね。これやっぱ、かなりね、点滅してるからね。まあ、とはいえ、響きも、ガーキャンも狙える。さあ、ここは、スカシゲランと見せかけて、コインシューヒットそうですね、スカシゲランと見せかけて、着地間際コインシューなんかも、慣れてないと結構食らっちゃいますね。僕はもう一生立ち顔ですけどね。目押しはミスるけど、コインシューからミスらない理論で。僕は一生立ち顔です。さあ、後ろは、デブルさんですね。丸焼きさんは、まあ、レッシオがレッシオとはいえ、おそらく、響き。さあ、響きと、ムクロウ。さあ、そうですね、地鳴らしの対処は丸焼さん見るたびに上手くなってる感じですよね。そうですね、まあ投げなきゃいけないですよね、本当に。まあとはいえ、そうするとなかなか前シーンだとなかなか動けなかったりするんですけど、まあそれはね、もう必要経費ですよ。地鳴らしを止めれるぞっていうプレッシャーをかけるのが、やっぱムクロウ戦では超重要ですね。そうですね、ああいうところがちょっと反撃しづらくなるんですけど、まあ、それはしょうがないっていう。さあ、もう一回投げる。さあさあ、ジナメは通用しねえぞと。むしろ待ってるぞと。俺はこうやって幕末を救ってきたんだと。そういうことですよね。さあ、反撃できない。ここは打撃。さあ、打撃で勝ち合って、勝ったのが目標。ここで半分。下へで止める。後ろへ。暴れる暴れる。ここダッシュ投げ。そうですね。地鍋はね、いけるんだけど、ダッシュがもう見えねえみたいな。地鍋以外の技はなかなか反応できないみたいになっちゃうんですけど、まあ、しょうがないですね、本当に。さあ、もう一回ダッシュ投げ。そうですね。そうするとね、今度ね、小ジャンプとかが通ったりしますからね。この辺の立ち回りの読み合いが、まあ、面白いところですね。はい、台車取りまーす。さあ、後ろで触っていくのは、ムクロウ、ジャンプへ。下へで、牽制。さあ、投げに、後ろへ暴れる。そうですね、月下の投げは飛ぶか、打撃を通すしかありません。あと投げ返しか。さあ、後続端子回復を狙うか、出しか投げ、立ち B、対空、前 B。さあ、ちょっと厳しくなってきたか。じゃあね、投げ、通って、おうち。さあ、デブさんが取り返した。さあ、対処戦。はい、そのまま乱入でお願いします。
そうですね、鏡は、まあ、親しいで地鍋をちゃんと止めるってことと、あと、相手の前に出たいところでジャンプを刺すこと、あとはまあ先にゲージ貯めて有利な状況を作ってみたいな感じですね。さあジャンプ、あーさあちょっと鼓動が漏れてしまったか。後ろへ立ちへ、ザミカマイたち打ち、さあ弾けない、ラッシュを止めて、さあ繋がったが、ここはひねりよくなってしまう。ジャンプシー親しい通って、ここは無理をしない。さあジャンプシー親しい通る、さあ前シー立ち B、 ジャンプ B 安定コード、さあ、ここは小石逃げる。さあ、ジナメ、下足で止まらない。そうですね、あれも本当に意識しないと止まらないですからね。まあ、プラスね、鏡は、そこから目押しまで行かないとリターンが取れないってところもあるんで、難しいっすよね。さあ、ここで、さあ、確認した、ジャンプシー、立ちへ。小石、小方向からグレンサク、ここで半分。下足、勝ち合って、さあ、ジナメ、ここは飛ぶ。ジャンプシー。今週逃げる。地なめから投げ。ダッシー。さあ、ここ飛んだが、ここ反撃できないか。ここはジャンピーガーキャン、おいちー。さあ、デブルドラゴン、安定した。さあ、勝ったのは、デブルさんと、MKV さんですね。じゃあ、三決ですか？三決っすね。まあそこはもう理論上最強みたいな。はい、戦目と一P側がコーディさんですになりますね。二P側がアルムさんで、使用にさっきのですね、おっとなんか極み刹那が出てきましたと、極まりました。これはこれで強いと。なるほど。一本目。西、シール刺して。レイジ出した。刺し合い。で、まず画面端に落ちるのは、アルムン、極み刹那。B、JB、JB。レイジャーさんからコンボ刺して、いいヘリなんですが、防御力がいかんせん。なんとも言えないことです。食らわなければどうということはない。と、チクチクと、そして、ダイレクトリードを奪っていく、コーディー、鏡。3C、C、O、1。A、コエンシは、しっかり飛んで、連殺弾、ショーカーまで決めて、1本取るのは、アールムーン、極み刹那。4本目。連殺、C、C、ダッシュ C は、A からの、無名。あれ、いくつ ?3?3 決めて、体力リードをまず取っていくのは、アルムン極み刹那。C、C。駒投げが見えて、そして飛んでいた、連殺弾を刺して。昇竜 C、飛びを読んだのか。でも、体力大幅にリードを奪ったのは、でも極みはまだ、油断はできないですね。から一発で死ねる体力ですかね。駒投げ、ダッシュ駒投げ狙うは入らず、しっかり飛んで逃げていた。J、JC、ムメさんをぶっ破するが、ガーキャンで、まず、セット取っていくのはアールムン極み刹那側と、で、